この地域情報プラットフォームとは地域の課題に対して ICT を使って解決するためのものです現時点で累計93地域に町の,あのサービスを導入いいいただいています私もゴルフをしますがその日のゴルフプレー代が割り引かれるのはいいですよね。自治体からの評価は極めて良好でですここ数年で デジタルが進化したことでまた別の形で被災地支援を行うことができるようになり選択肢の広がりを感じました今日のテーマは町の輪の新たな取り組み安心プロジェクトと体験型ふるさと納税事業ですゲストは情報通信本部 ICT 事業推進グループの三山さんと ICT 事業推進グループから町の輪に出向中の西平さん 金沢大学の花田さんですなお花田さんは金沢からリモートで参加いただきますカズさん、三山さん、西平さん、花田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますカズさん、うん、2021年5月に九州電力、地区法銀行、 SBI ホールディングスの3社で設立した合弁会社町の和ですがその後順調に業績を伸ばしているようですねはい、えー、町の和については地域情報プラットフォームをを活用しした事業を展開していますこの地域情報プラットフォームとは地域の課題に対して ICT を使って解決するためのものです。 最近ではプレミアム付き商品券のほかえ子育て世代への給付事業や環境配慮行動に対する SDGs ポイント付与事業の電子化など領域をを広げながら事業を発展させているんですよ西平さん事業は順調に進んでいると聞いていますがもう少し詳しく教えてください。はい、現時点で 累計93地域に町の,あのサービスを導入いいいただいていますプレミアム付き商品券のほかにも給付事業やポイント事業旅行支援事業インバウンド誘客事業など幅広い領域で町の,あのサービスをご利用いいいただいていますさらにこれまでのサービス事業形態とは少し違った新規の取り組みや新規事業へのチャレンジも続けておりその一つが体験型ふるさと納税事業です。 体験型ふるさとと納税事業というはい一般的なふるさと納税はインターネット経由で寄付の手続きをして返礼品が送られてくるスキームが主流ですがふるさと納税の返礼品に関する規制は年々厳しくなっていて厳格な規制の中での魅力ある返礼品の算出や返礼品コストの低減が自治体の喫緊の課題となっています。 体験型ふるさと納税は、寄付者が寄付先となる自治体を訪れた際に、その場でふるさと納税をし、その場で体験を返礼品として受け取る新しいふるさと納税です。体験は、宿泊や飲食をはじめ、ゴルフ、スキー、マリンスポーツなどのアクティビティも対象となります。町の和は2024年4月に町の和ふるさと納税アプリをリリースしました。このアプリでは、 寄付の申し込みから支払いそれから返礼品としての商品券受け取り体験施設での利用まですべて一つのアプリでできるので利用者は現地で簡単に寄付から利用までをスムーズに行っていただくことができますなるほど体験を返礼品にするんですねご当地ならではの体験もできてとっても面白そうですよね このアプリで寄付ができる自治体や返礼品の商品券が利用できる体験施設はどのくらいあるのでしょうか。はい。2024年5月末までに関東近郊の4自治体で寄付が可能です。また現在、体験施設はゴルフ場にターゲットを絞って連携を進めていて利用が可能となっています。 私もゴルフをしますがその日のゴルフプレー代が割り引かれるのはいいですよね。ですけど当日はゴルフに集中しているんで気づかかなないいい人も多いんじゃないですかそれがそうでもないんです。うん このサービスのポスターを更衣室やトイレに貼っているので意外としっかり見ている方がとても多くて実際にゴルフ場でチラシ配りをした際にはこれ見て気になってたよと言ってくださる方が多かったですまた昼休憩のタイミングでお声がけするとその場でそのまま寄付をしてくださる方も多く隙間時間にスマホで手続きができるというこのアプリの強みを生かすことができているなと実感しました。まだサービスインから間もないですが 順調に寄付金額を伸ばしているので今後は導入自治体と利用できる体験施設を加速度的に増やしていく策を打っていきたいと思っていますなるほどえ確かに隙間時間に簡単に手続きできるならこれから利用が増えていきそうですよね自治体や体験施設の反応はどうですかはい 自治体からの評価は極めて良好です物品の返礼品と違い体験施設への往来があることから施設周辺も恩恵を受けることができますまた返礼品の発送費用も発生しないためコスト削減にも大きく寄与していますこのサービスを初期費用なしで導入できるので自治体としても嬉しいことばかりのようです体験施設も ふるさと納税の受付や換金など当初は業務負荷を気にされていましたが電子化によって利用分が自動入金されるなど負荷が少ないことにとても驚かれます現在では積極的に各施設でご,ご案内いただいている状況ですまさに三方よしの授業でとても需要がありそうですね、うん、ところで昨年8月から金沢大学との共同研究を始められたということですがはい。 ファン通貨は2021年に取得したビジネス特許で暗号通貨での決済に利用者の意思を組み込ませるという概念を定義したものですこのファン通貨の特性を生かすことで地域課題への解決へ貢献できるのではないかと考えました金沢大学とともにノットエリアにおける実証実験の準備を進めていました 能登、えー、エリアとなると元日に発生した能登半島地震の影響が心配されますよねはいまさに実証実験を予定していたエリアは地震による大きな被害を受けプロジェクト関係者の方々が被災されてしまいましたさらには地震の影響によりインバウンドの受け入れが難しい状況となり予定通りの実証実験の実施を 残念せせざるを得ませんでしたですが当初のインバウンドにおける課題解決から震災の影響により事業の継続や再開が困難な状況にある事業者を対象とした課題解決と復興支援に目標を切り替え安心プロジェクトをやっとの思いで開始することができました。 今日はそのプロジェクトメンバーの一人でもある金沢大学の花田さんにお話を伺いたいと思いますでは花田さん安心プロジェクトについて教えてくださいはい安心プロジェクトの取り組みの一つフン通貨を実装したキャッシュレス決済アプリ安心コインを活用した試み見える寄付とつながる応援についてお話しします、うん、通常の寄付であれば 寄付金は自分の手元を離れてからはどこでどのように使われたのか知ることができませんまた寄付という金銭的な支援だけではなく応援している気持ちやメッセージを届けたいと思ってもなかなかその方法がありませんそこで私たちはすでに支払い機能を持つまちの輪のアプリに寄付という支払い行為に寄付の使い方の指定と 応援メッセージを添えることのできる機能を追加することでファン通貨を実装した安心コインアプリをリリをースしましまたそしてその使い方が指定された寄付と応援メッセージを対象支援先にお届けするスキームを構築することで見える寄付とつながる応援を実現しました。え見えるギフト とは画期的ですよね一緒に応援メッセージが送れるというのも送る側受け取る側双方にとって力になりそうですよねそうですね安心コインの寄付は事業者応援に直接的につながることを目指していて寄付の対象も事業者の課題解決や復興支援企画を設定しています事業再開復興支援活動の中で安心コインを活用いただくことにより 経済的な循環にも貢献していきたいと考えていますその最初の挑戦として今回の震災により店舗や販路を失ってしまった事業者を集めたイベント野戸屋台村での実証実験も開始しましたえ、今後の安心プロジェクトの展開はどのように考えていますかはい安心プロジェクトは復興支援としての活動のみではなく、うん、地域や 事業の垣根を越えたファンとしての結びつきを構築することによりそれぞれの魅力に触れお互いを支え助け合う持続的な関係が築けるのではないかと考えています今回の共同研究では大学や自治体との連携を試み実施しておりますがこの活動を産・環・学が一体となり取り組むことでより 活動の可能性が広が広ると思います寄付ポイントから開始したファン通貨を実装した安心コインは能登屋台村での実証実験を得て商品券の利用もスタートしました九州においても先月佐世保中央公園でのイベントで活用しました長崎駅での展開も決まり引き続き準備を進めていきます 今後さらなる安心コインの活用を広げるとともに各地域ファン事業者ファンの連携を強化し地域経済活性化につながる取り組みを推進していきたいです。それでは最後になりますがカズ、うん、さんから皆さんへメッセージをお願いします、えー。本日お話しいただいた体験型ふるさと納税事業や安心プロジェクト は給電グループ経営ビジョン2030の一つ持続可能な地域コミュニティの競争をまさに実践している取り組みです東日本大震災の際は電力の復旧応援や寄付などを行ってきましたがここ数年でデジタルが進化したことでまた別の形で被災地支援を行うことができるようになり選択肢の広がりを感じました今後も 自治体や大学など地域の皆さんと連携しながらより豊かでより快適な生活や経済活動につながるよう新たな事業やサービスをどんどん創出していきましょうカズさん、三山さん、西平さん、花田さん、今日はありがとうございましたありがとうございました。